あれ美味しいよ、塩だね。これあの実は現地の新聞なんですね。製品も現地の人みんなこう、いろいろな人たちの人たちの方法だ、美味しい人たちの方法を手に取って、なんか飲みもあります。はい、お茶、麦茶でもいいです。野菜ジュースと麦茶もあるよ。じゃ麦茶で、野菜ジュース後で飲む。はい、ゴミ捨てたら罰金中。あるよね、道徳ってね。私らもあったよ、倫理とかって言った
ごちそうさまでした。枠組みで強化にするとしているが、今のところ具体的な方針は示されていない。懇談会の委員は道徳を強化にすることの必要性についてこう話す。もし授業が行われていたとしても、その内容は相当内容が薄いもので、学生が教育にそれが残らないということ自身はかなり問題ではないか。道徳を強化化することによって制度的な整備をして、その上で内容と方法を詰めていくという、そういうふうな方向性を取ることの方が道徳教育の充実には早めしたろうと私は思います。先月、道徳を教える教師の能力を高めるため、文科省と独立行政法人が共同で開催する研修会が開かれ、会場には全国から道徳教育を担当する教師ら200人余りが集まった。思いやりは持つべきだ、もっと悪いのないってあるじゃん。命は大切にすべきだねってあるじゃん。子供が子供なりに自らの道徳性を形成していくんだけど、どう形成して行動化していくか、どの価値がより強いかっていうのはその人の自由ですよ。研修に参加した教師たちは、子どもたちはやっぱりこう同じ育ちをしてませんから、そういうところのこう少しでも引き上げていくっていうことが大事なのかなと。その自分の強化とやっぱり道徳っていう部分については、やっぱりちょっと苦手意識持たれてる先生もいてるんじゃないかなと思います。道徳の歴史は遡ること明治5年、学制が制定されたその年に修身という名前で小学、今の小学校の一教科として登場した。当時は終身句授という欧米の児童書を翻訳した読み物を教師が語り聞かせるというものだった。だが改正教育令が公布された1880年以降、終身は日本固有の道徳倫理を教える教科へと変わり、教科の中でも最上位に位置づけられた。その後、第二次世界大戦が始まると、徐々に軍国主義的な内容が盛り込まれるようになった。当時の教科書にはどんなことが書かれていたのか。
働き者、国境もない自分。誰もが家族のように働いていた。これが新しいワークスタイル。教えてもらったのは私の方だった。 IT だけではつなげないものがある。テストとかだったらみんなその答え方覚えちゃうから意味はない。
証明玄関なんですか。はい、この目の前にこういったケースがありますね。Right.